地頭力を鍛える、問題解決に生かすフェルミ推定。丸2、ゼロ、目次。前回のおさらい。フェルミ推定で地頭力を鍛える。地頭力のベース。まとめ。1、前回のおさらい。前回の動画ではこの本から問題解決のための思考法とその鍛え方を学ぶことができ、問題解決のための型について地頭力の構造とセットで解説しました。地頭力の構造は仮説思考、フレームワーク思考、抽象化思考に分かれており、今回解説するフェルミ推定により訓練が可能だともお話ししましたね。少し概念的な話だったので分かりづらかったところもあるかと思いますが、今回は具体例と一緒に地頭力の鍛え方を解説していきます。前回の内容を振り返りながら見ていただくと理解がさらに深まると思います。それでは早速いきましょう。 2. フェルミ推定で地頭力を鍛える。いきなりですが、地頭力はどのように伸ばしていくのが効率的なのでしょうか。筆者はフェルミ推定と呼ばれるもので訓練することがおすすめだと言っています。フェルミ推定とは一体どんなもので、なぜフェルミ推定がおすすめなのか、地頭力の鍛え方まで具体的な事例を交えて説明していきます。フェルミ推定とは、つかみどころのない数値に対して当たりをつけながら計算していくものです。具体的に言うと、日本全国の電柱の数は何本あるかとか、日本のガソリンスタンドはいくつあるかといったような前提条件を置きながら考えないと答えが求められないような問題です。問題解決が日常的に求められるコンサルティング会社などの試験で採用されることが多く、地頭力を測ったり鍛えたりできる有効なツールとなっています。正解がないため、純粋に考える力を試すことができること、地頭力の構成要素すべてを使うことなどが地頭力を向上させる有効なツールとしてお勧めされている理由です。フェルミ推定には基本プロセスがあり、アプローチ設定、モデル分解、計算実行、現実性検証の4つで構成されています。この基本プロセスを踏むためには地頭力の構成要素すべてを使わなければなりません。先ほどの日本全国の電柱の数を求める問題を事例として、フェルミ推定で地頭力がどのように鍛えられるかを具体的にお話ししていきます。より実践的にやりたい方は、ここで一旦動画を止めて、日本全国の電柱の数を3分で導き出してみましょう。まず日本全国の電柱の数を推測するために、どのように考えるかを決めるアプローチ設定です。ここでは前提条件を大体に決めないと話が進みませんので、単位面積あたりの本数を市街地と郊外に分けて総本数を算出するなどといったゴールを決めましょう。ここでは仮説思考力とフレームワーク思考力を主として使います。ゴールから設定して逆算していくのが仮説思考力、全体から俯瞰して切り口を考えていくのがフレームワーク思考力でしたね。ここでは2つとも活用して最終のゴールを設定しています。次のステップは、対象を抽象化してモデル化し、単純な要素に分解していくモデル分解です。ここで考慮すべきポイントは、市街地と郊外では電柱の密度が大きく異なることです。各々の単位面積あたりの本数と総面積が分かれば、これらを掛け算して総本数が導き出せますね。市街地の代表的な電柱配置を50メートル四方に1本と、郊外を200メートル四方に1本と仮定します。こうすると、市街地には1キロ平方メートルあたり400本、郊外には25本となります。次は各々の総面積ですが、これをさらに因数分解すると、日本の総面積×各々の占有率と考えられます。日本の総面積は、小学生でもおよそ38万平方キロメートルと習うので、覚えていればそれをこのまま使い、覚えていなければ知っている数値からさらにフェルミ推定すれば良いのです。
東京博多間の距離が 1000km だと知っていれば、ここから面積を推定してもいいし、新幹線の乗車時間から推測もできると思います。各々の占有率については、一般に日本の国土の4分の3は山間部と言われていますので、市街地は2割程度だろうと推測します。このように抽象化思考力で対象をモデル化し、それを時間内で計算できるほど平易なものに因数分解するフレームワーク思考を活用することで、モデル分解することができるということです。ここから実際に計算実行のステップに入りますが、ここでは先ほど考えたモデル化のものに数値を代入するだけです。先ほどの数値からおよそ3000万本と算出することができました。最後のステップが現実性検証です。先ほど計算した結果をそのまま受け入れて良いものかどうかを確認する必要があります。現実世界でデータ入手可能であれば検証することをお勧めします。ここで検証を行うことで、最初に立てた仮説が正しかったのかどうか、数値を推測する上でボトルネックとなる部分は的確に捉えられていたのかどうかを把握することができます。ぜひ実際に検証してみてください。また今回の電柱の総数については、電力会社と NTT から数値が提供されており、合計するとおよそ3300万本となるため、先ほどの例題に対する答えが近しいことがわかります。このようにフェルミ推定を通して訓練によって地頭力を向上させるイメージが湧いたかと思います。ここまで学んできた基本プロセスを実際のビジネスで活かすためには、現場で繰り返し使うことが最大の近道です。試してみてください。 3. 地頭力のベース。最後に地頭力のベースとなるものの考え方をお伝えします。先ほどの3つの思考法の土台となるもので、論理思考力、直感力、そして知的好奇心です。論理思考力は今までお伝えした内容で想像できると思いますが、直感力については少し違和感があるかもしれません。ここで言いたいのは、例えばフレームワーク思考の切り口を考えるにあたっては、ある程度の直感力が必要になる場合もあります。先ほどの電柱の事例でも、最初の走り出しはある程度の直感力が必要だと無意識に感じたかもしれません。また知的好奇心も非常に重要な要素です。著者が言うには、フェルミ推定を実践するにあたって、目を輝かせながら前向きに取り組む人と、問題を出されて嫌な顔をした人では結果に大きく差が出たと言っています。知的好奇心を高く持ち、楽しみながら思考できることが地頭力の向上には何よりも重要であることがわかる良い事例です。皆さんもぜひ楽しみながらフェルミ推定を実践してみてください。4. まとめ。後半のパートをまとめます。地頭力はフェルミ推定を通した訓練で鍛えることができます。それはフェルミ推定の基本プロセスと地頭力を構成する3つの思考のパターンが類似しているからです。フェルミ推定の基本プロセスをビジネスの現場で活用することを意識すると、問題解決力向上につながります。地頭力のベースは論理思考力、直感力、知的好奇心を土台として成り立っており、地頭力向上のためには知的好奇心を高め、楽しむことが何より重要であることをお話ししました。前回の動画と合わせて学んできたことをビジネスに生かし、よりスピーディーかつ効果的に問題解決ができるようになることを祈って、この動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。本からの学びチャンネルでは、すべての動画に関して出版社に著作物使用許可をいただいて解説しております。これからも本から学んだことをわかりやすく伝えていきますので、もっと学んでいきたいと思った人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。